Bonjour, bon 今日のフランス語の発音がフですで。意外と日本語にない発音だと思いますので、ぜひその発音の仕方を少し紹介したいと思います。日本語にハーヒーフヘイホがありますが、フランス語ではフでちょっと違いがあって唇が、下の唇が邪魔をしていますね。で優しく ブーと違って、ゆっくりとフとなります。その発音、その唇を使わないと発音が変わりますので、ぜひ、フ、ファ、フィフ、フ、フェ、フォという発音を練習してみてください。そして今回はたくさんの大事な単語を紹介したいと思います。 あ、ちなみに、私はフランス語です。札幌市またはネットでフランス語を教えています。よろしくお願いします。はい、それでは大事な単語を紹介します。2回言いますので、2回目は繰り返してください。La fée, la fée.La fourmi, la fourmi.La fore, la, four la fore. la girafe la girafe le film le film la file la file le sofa le sofa ah, la fête la fête la fille 女の子 F を使ってるン語たくさんありますから全部紹介できませんはいそれでは続きましょう今回は読んでもらいたいと思いますファファフフフィフィフォーフォーフフフェフェフェ まだ、えー、とえの区別が難しいと思うのであれば、ぜひあのその発音の紹介を見てください。前のビデオで紹介しましたので、今回はこれが5番目のビデオですね。読み方の5番目だけれども、第2のビデオで紹介しましたので、ぜひこのビデオを見てください。えー、とえの区別をもう少し紹介しています。 それが足りないのであれば、ぜひお願いしてください。A と A の発音が難しいのであれば、ほかの,のビデオを作れます。はい、それでは、早速最後の文章を読んでもらいたいと思います。La fe、フィルム、La fe、ドラ、フォレ。じゃあ、一緒に繰り返してください。La fe、フィルム、La fe、ドラ、フォレ。はい。 このフは意外と難しいですね。ハーヒーフヘにならないように、ファ、フィ、フィフェ、フォ。この発音のきいに言うことによって、ブーも簡単になります。ブはまだ後で紹介しますけれども、またその時は比較,比較したいと思います。フとブとブの3つの発音の,あの紹介したいと思います。まだ登録してない方は、 ぜひ登録をお願いします。それでは楽しい週間を過ごしてください。Au revoir!